おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日は、今後のチャンネルの方向性と、フォルテマザーの出演について話させていただきます。フォルテ、メンバーシップ、オープンです。メンバーシップというものは、有料の YouTube です。まあ、特別な動画だったり、特別な生配信、特別な映像とかを、配信していこうと思ってます。そちらの方では。で、今までの YouTube の動画っていうのは基本的に全く変わりません。今まで通り僕は、まあ演奏動画だったり、練習だったり、日々の日常だったり、ルーティンだったり、まあ本当に今まで通りドッキリだったり、ストリートピアノだったり、様々なことをやります。それとは別に、メンバーシップの方では、まあ特別な動画、また別の動画を出していこうと思ってます。2種類のプランを用意しました。フォルテファミリーっていうプランと、フォルテ特別応援団というプランを用意しました。フォルテファミリーって聞くと何だと思いますよね。そうです、フォルテマザーが必ず月に一度出演してくださいます。フォルテマザーはまあピアノの先生としては結構ちゃんとしていて、僕みたいにふざけ倒してはないんですよ。ピアノ教室の経営もしてます。そして日本では結構大きなコンクールの審査員を務めてます。まあ、結構ピアノの先生としてはきちんとしてる方なので、メンバーシップの方で、月に一度、音楽子育てラジオ、まあ、顔出しの生配信をやっていこうと考えてます。まあ、それについては、皆様の音楽の悩みだったり、演奏の悩みだったり、あとは、まあ、子育ての悩み。まあ、僕、めちゃくちゃ昔大変だったので、ピアノをやらしたりとかするので、何回もね、大喧嘩もしてるし、僕一回山にも捨てられたこともあるぐらい大変なピアノの子育て時代を過ごしたので、その時をまあ振り返ってみて、皆様のね質問とかを答えていくという生配信をしていこうと思ってます。フォルテマザーなんですけども、もちろんメインチャンネルの方で、例えばね、あとはタイミング合えば動画の企画として出てもらう場合も全然あります。だけどそれは動画で皆様に公開するだけですので、生配信とかで Q&A っていうのは、まあメンバーシップとかでやっていこうと思っております。もしかしたら記念に1回ぐらいは生配信で Q&A もやってみようとは考えてますので、まあその際はぜひお願いいたします。その他には CD 制作の裏映像や演奏会とかがまあでき始めると思うんですよ。あともう少ししたね。その時には、その裏映像、まあ、楽屋映像だったり、まあ、その演奏会場所ごとの裏映像とかを届けていきたいなと思っています。そしてさらにリハーサル映像、いわゆるそれは裏映像ですね。まあ、本当に裏の部分を、皆様に見せていこうと思ってます。まあ、こちらの方では本当にね、僕の気持ちだったり素の部分が結構ガチで出てしまうので、まあ、裏映像という形になると思います。そしてさらに、まあ、ガチな生配信を、結構ね、僕 YouTube 上ではふざけてるんですけども、まあガチでピアノ練習する姿だったりとか、まあ CD 制作のためにものすごい実は練習してるんですけども、その姿とかを、まあ、生配信で出していこうと思ってます。そしてゆるいトーク配信とかも考えてます。Q&A とかでね。まあそんな感じで、結構裏の部分、まあ今までも結構出してるんですけども、まあより濃い裏の部分を、そちらのメンバーシップでは出していこうと思ってます。もちろん今までの YouTube の動画のスタイルは全く変わりません。今まで通り投稿も続けます。まあ不定期で生配信もやります。練習生配信も、投資生配信とかも。そういう形で、どちらかといったらメンバーシップの方では本当に裏のフォルテというか、まあ人間味のあるフォルテをまあお届けできたらなと思ってます。そしてフォルテファミリーっていう形でね、マザーと一緒に共演して皆様の質問にバンバン答えていくという形でコミュニティを、まあこちらはどちらかというと本当にね、音楽を学びたい、母の意見を聞きたいとか、あとは僕の裏映像が見たいとか、あとはもう本当に僕のガチな生練習、ガチな練習を見たいとか、そういった形の裏のコミュニティっていうか、まあ皆さんでなんか僕よりもさらに近いコミュニティを、作っていきたいなと思ってます。もちろん今まで通り YouTube は投稿するんですけども、やっぱり YouTube っていうのは僕が投稿して皆様のコメントがあって、そこで完結してしまうんですよ。しかし、こっちのコミュニティでは生配信とか、まあ裏の映像が中心になるので、より近い部分の、まあコミュニティが見たい方っていうのはそちらにね、登録していただけたらなと思っております。そしてフォルテ特別応援団の方では、
今までのその特典っていうのは全てついて、さらに月にまあ1回程度、まあフォルテオンラインオフ会という形で、まあ本当にね、僕も時々お酒を飲むんですが、そういう時にはお酒を持ってみんなで乾杯をしたりとか、まあ本当にダラダラ生配信ができたらなと思ってます。そんなわけで、まあフォルテ特別応援団の方は、まあ本当にね、ご飯をみんなで食べよう、一緒に時間を合わせて今日は食べようぜとか、もうピアニスト、YouTuber でもなく、ただの人間を、まあ届けていきたいなと思ってますので、結構そっちもね、ゆるく楽しくやっていこうと思ってるので、ぜひよろしければ、どっちか選んで登録していただけたらなと思います。まあ、あくまでこれは、有料なので、まあ本当に別に全然強制とかはしないです。今まで通りの YouTube はあり続けます。全く投稿スタイルも変えません。投稿頻度も今のまま頑張り続けます。まあだけど演奏会とかツアーとか始まった時、まあ2月とかちょっと投稿頻度落ちましたよね、CD 販売開始した時ちょっとね、発送とかでパンクして投稿頻度落ちたのですが、まあそっちのメンバーシップの方では、確実に生配信をやっていきますので、まあそういう面で本当にね、僕の近い部分の生配信というコミュニティを、まあ、もしよろしければ見ていただけたらなと思います。というわけで、まあ皆様よろしければぜひ登録してみてくださいというわけですので、まあ本当にね、このコミュニティはこのコミュニティで盛り上げていくし、今までの YouTube は今までの YouTube で盛り上げていくので、ぜひともよろしくお願いいたします。フォルテでした。バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。